ヨアンニツフェトファツイリスはギリシャドラマ県出身のサッカー選手。アルホール SC 所属。ポジションは MF、FW。2004年からオリンピアコス FC のユースチームでキャリアをスタートさせ、2009年にトップチームに昇格した。2009年10月31日、アトロミトス FC 戦でプロデビューを果たした。2010年9月、 2015年までクラブとの契約を延長した。2011年11月23日、UEFA チャンピオンズリーグ2011から12のオリンピックマルセイユ戦でチャンピオンズリーグ初ゴールを記録した。2013年9月2日、セリエ A のジェノア CFC に移籍。2015年1月31日から半年間、AC キエボベローナへのローンでプレーした。 2015年7月31日、サウジプロフェッショナルリーグのあるアハリジッタに加入した。ギリシャ代表として2010年10月8日、ユーロ2012予選のラトビア代表戦において、ソティリス・ニニスと交代途中出場で A 代表デビューを果たした。2011年2月9日、親善試合のカナダ代表戦で、初ゴールを記録した。 6月3日、ユーロ2012予選のマルタ代表戦で2ゴールを記録した。ありがとうございます。